全点球カメラは上下左右全方位の360度パノラマ写真および360度動画の撮れる撮影装置360度カメラ VR カメラ全方位カメラとも呼ばれる Google ストリートビューの撮影に利用される車両屋根上に全点球カメラを搭載しているリコーシータで撮影した全点球画像データ Google マップにアップロードすることで ストリートビューとして閲覧できる。画像は2、1の比率で 5000x2500 ピクス以上あれば、他にもステッチソフトを使用して生成したものでも、ストリートビューとして機能する通常、360度パノラマ画像を作成する場合は、ある1点から全方位の写真を数十枚撮影して、コンピュータ上で合成処理する必要があるが、全点球カメラを利用すれば一度の撮影で、 パノラマ画像が作成できる。カメラ本体の主な特徴は、全視や撮影できるように、複数台のカメラを合体改造させた Google ストリートビュー撮影装置や、リコーシータのように魚眼レンズを前後2つ装備したものもある。ストリートビューは、下部に車両が映ってしまうため、パッチ処理によって、疑似的に上下方向の360度写真を実現している。 専用デバイスだけではなく、スマートフォンのアプリケーション上で、同等の機能を実現するものもある。ただし、スマートフォンに搭載された一般的なカメラを用いる。以上、ガイドに従って、全方位の写真を1枚ずつ撮影する必要がある。また、広角レンズを用いて、上下左右など4枚から6枚ほどの通常写真を、撮影後、編集ソフトを用いて、 スティッチング処理を行い1枚の360度パノラマ写真を作成することもできる。スティッチング処理にはソフト編集の手間と一定の技術が必要となるが全天球カメラはこれらの編集処理をカメラ内で自動で行うことができるため特別な技術が不要となり360度パノラマ写真及び動画の作成をより容易に扱えるようにした点が特徴と言える。 近年のバーチャルリアリティへの関心の高まりとともに360度パノラマ写真および360度動画への注目も集まってきており2016年以降様々な全天球カメラが世界各国のメーカーより発売されている。また Facebook や YouTube などの大手プラットフォームが360度コンテンツの投稿に対応したことで 全天球カメラで撮影された360度パノラマ写真や動画をネット上で目にする機会も増えてきた。オフラインで360度写真及び動画を立体的に閲覧するには専用のアプリケーションが必要となる。拡張紙は一般的に JPEG や MP4 形式となっており、通常の写真ソフトや Windows メディアプレイヤーなどの360度動画、 未対応のアプリケーションで再生することも一応は可能である。ただし未対応アプリケーションでの再生の場合、元のデータがそのまま平面上に再生される。全天球カメラを発売している各デバイスメーカーの多くは専用の再生アプリケーションを提供している。またオフラインでの再生だけでなく、360度パノラマ写真および360度動画に対応している。 SNS プラットフォーム上にアップロードすれば、オンライン上で専用アプリケーションなしに再生、シェアすることも可能になった。閲覧のみ及び閲覧、編集が可能なアプリケーションが存在する。また無料ソフトか、有料ソフトかによって、編集機能も多岐にわたる。ありがとうございます。